メディアを再生する1941年製作のオリジナル予告編動画香港ディズニーランドのパレードにお目見えするダンボ第320空中、給油飛行隊の公式気象に描かれたダンボ。ダンボは1941年ディズニー製作のアニメーション長編映画作品。またその主人公である小僧の名前。アメリカでは1941年10月23日に公開している。 日本では、空飛ぶゾウダンボという題名で1954年3月12日に公開された。サーカスのゾウのジャンボの下に、コウノトリが一匹の赤ちゃんゾウを届ける。その小ゾウはとても可愛らしかったが、唯一耳が大きいことが他のゾウとの違いであった。ジャンボはその小ゾウにジャンボジュニアと名付けたが、他のゾウたちに耳のことを現れ、ダンボとあだなされてしまう。 それでもジャンボは愛情をたっぷり注ぎ、可愛い我が子、ダンボを大切に育てた。ある日、サーカスを見に来た子供に、ダンボがいたずらされているのを見て、ジャンボはたまらずその子供を、お仕置きする。サーカス団員がそれを止めに来るが、興奮したジャンボは思わず、団長を投げ飛ばしてしまい、凶暴な像として、檻に入れられてしまう。耳が大きいだけで化け物扱いされたダンボは誰にも、 慰めてもらえず、生まれた直後から、母親から引き離されるという苦しさの中から、悲しみのどん底に落ちる。これを放っておけなかったサーカス団員のネズミ、ティモシーはダンボを助けるため、ダンボをサーカスのスターにすることを提案する。最初に、象のピラミッドの頂上へ、ジャンプさせるショーを思いついたティモシーは、団長の耳元でそれを提案し、早速それが採用される。だが、 その本番中にダンボは耳を踏んでしまい、ジャンプに失敗。テントがズタズタに壊れてしまうという大惨事を引き起こしてしまう。工業を大失敗させてしまったダンボは、その当てつけがてらにピエロにされ、完全にサーカス団の笑われ者に追いやられてしまう。失意の中、ティモシーの計らいで、ジャンボとつかの間の再会を果たして慰めてもらうが、それでも、まだ気が晴れないダンボは、 誤って、お酒が入った水を誤って飲んでしまう。さらにティモシーも半ば事故で酒入り水を飲んでしまい、2匹は酔っ払って踊るピンクの象の夢を見る。そして、翌朝、目が覚めると二人は木の上で眠りこけていた。それがきっかけで、ティモシーはダンボが耳を翼代わりにして空を飛べることに気がつき、ダンボを空から飛び立たせようとするが、 木の上に住むカラスたちからもあざけはわれる。ダンボの哀れな身の上を激白して、カラスの浅はかな、行いに生き通るティモシーの言葉に胸打たれたカラスたちは改心し、空を飛べるようになれる魔法の羽をダンボに授けた。魔法の羽を鼻先で握りしめたダンボは、促されるまま、崖から飛び降り見事大空へと飛び立つ。そして、サーカスのピエロショーの舞台に再び立ったダンボは、 飛び降りる最中に魔法の羽を飛ばしてしまうも、それは実はただの羽でカラスたちがダンボを励ますためのおまじないであった。本当に空を飛べたダンボは大勢の観客やサーカスの面々の前で華麗な飛行を披露した。思わぬ形でショーを成功させたダンボはたちまち世界中から称賛されるサーカスの花形スターとなり、ジャンボとも再会を果たしカラスたちに別れを告げて、 サーカスの向かう、次の街に旅立つのだった。1954年版、1983年版、ソフト版、ありがとうございます。